皆さん、 NSK 未来の工作機械プロジェクトコーナーへようこそ。これまで NSK が作り続けてきた工作機械向けの製品は、独自の研究による高い精度、性能を誇ることはもちろん、長きにわたるお客様とのパートナーシップの中で生み出され、そして市場に求められる様々な要求に育てられ発展してきました。それでは早速、 NSK が今考える工作機械の新しい未来についてご覧ください。世の中から様々なプロダクトが求められる現在、それらを生み出すマザーマシン、工作機械に求められる高速化、高精度化、そして機械の光合成化など、いわゆる加工能力に対する要求が際限なく求められています。しかし今、産業を取り巻く課題はその性能だけではありません。生産性の安定、向上、人手不足を補う自動ロボット化に伴うメンテナンスフリート、長寿命化に応える省力化、地球温暖化や生産現場の省エネルギー化という課題に応える環境性能の追求、さらに工作機械の故障、メンテナンスによる稼働ストップを未然に防ぐ工作機械のセンシング、分析技術、見える化、これらすべてを満たすことが、これからの工作機械に求められる未来の姿であると私たちは考えています。そしてこれらを NSK の技術で全て網羅し、実現可能とする。それではそんな工作機械のあるべき姿を、一つのマシニングセンターの形にしてご紹介します。この NSK コンセプトマシニングセンターは、優れた耐久性とオペレーターの熟練度に頼ることなく、長期間加工精度を持続できる性能を備えています。その秘密がここに組み込まれた4つの技術で構成されています。1つ目が対衝撃スピンドル、2つ目が高精度長寿命ボールネジ、3つ目が NSK リニアガイド超高精度型、4つ目が工作機械向け状態監視機器。それではこれらを順を追ってご説明しましょう。この対衝撃スピンドルは、ベアリングに NSK 独自の材料技術が生かされた EQ タフボールを使用することにより、およそ 1.5 倍もの長寿命化を実現。さらに内側と外側のボールの大きさを変え、最適化することで剛性と耐衝撃性をおよそ 26% も向上。加工性能はもちろん、生産現場における高い信頼性を実現します。高い精度が求められる工作機械において、低速運転や小ストローク運転を繰り返す場合は、ガタつきによる音や振動が発生しやすく、加工面の品質に大きく影響を与え、生産ロスの原因となります。そこで NSK は独自の表面回質処理により、油膜の形成能力を向上させることで、低速摩耗試験で大幅に耐久性が向上しました。それにより長期にわたる機械の安定稼働を実現します。加工物を載せるテーブルを支えるリニアガイドにも、ボールネジ同様高い精度が求められます。従来のリニアガイドでは、テーブルが移動する際の微小なうねりを発生させるため、加工面にも同様のうねりが発生してしまいました。この問題を解決するために、ボール溝形状を最適化し、負荷がかかる部分のボールの出入りによる姿勢変化が限りなく小さくなる設計とすることで、従来品に対して微小なうねりが大幅に低減しました。
これら非常に小さな部分へのこだわりが工作機械の大きな精度向上へとつながります。そして最後に、機械要素部品のプロフェッショナルである NSK が工作機械の内部の状態をセンシングし見える化する工作機械向け状態監視機器をご紹介します。機械要素部品の異常は加工不良を生むだけではなく、ダウンタイムという大きな生産ロスを引き起こします。そこで NSK が提案するのが工作機械向け状態監視機器です。この機器は主軸系と送り系の両方をセンシングし監視します。主軸系では発熱や加工精度の悪化を招く状態変化を検知、送り系では損傷や位置決め精度の悪化を招く状態変化を検知、常にそれらの状態をモニタリングし異常に至る前にアラートを出すことが可能になります。この主軸系と送り系の状態監視を一つのシステムで実現する技術は NSK ならではの画期的なものであること、そしてお客様のリアルな課題を解決する、いわば NSK の新しい動きのご提案です。いかがでしたか？ NSK が工作機械の未来に向けて考える加工能力、省力化、環境性能、見える化、これらの価値を今後さらに成長させ、お客様にその価値を実感して選んでいただける製品へとつなぐ。 NSK は100年間培った高い技術力でお客様のソリューションパートナーとしてあり続けます。